こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、先月3月の31日に発売されたプラレール、レールでアクション、鳴るぞ光るぞ E235系山手線、こちらを紹介したいと思います。でですね、この山手線なんですけど、基本的には前回紹介した白国蒸気機関車セットと、同じようなギミックを持ってるプラレールになります。で、あとですね、前回の動画で私ね、思いっきりミスってたんですよ。こちらの動画のコメントの方でちょっと教えていただいたんで、そちらもですね、ちょっと後でご説明したいと思います。すいません。じゃあまずはね、パッケージの方から。で、こちらはですね、どうも情景パーツと組み合わせて遊べるみたいですね。それとこれ、臨場感たっぷりのサウンド収録20パターン以上ということで、サウンドがね結構豊富に入ってるみたいです。で、あと本物みたいなライトが点灯ということで、これはなかなかねいいっすよね。と、後ろの方にこれかな、サウンドとライトの秘密というのが書いてあります。はい早速開けていきます。ほっ、こんな感じで、こんな感じで入っていました。こうなってるんですね。で、こちらがプラレールになります。そしてシールがこちらになります。それとこちらのアクションレールが3本入っていました。で、前回ね、白国の蒸気機関車のセットで私シール間違えたので、もう今回は間違えないように貼りたいと思います。まずはね、このレールのポチポチが5本のもの、こちらは駅のシールになります。なので、これですね、ここですね。あ、ちょっとちょっと歪んじゃってましたけどこんな感じです。踏切はポチポチが6個のやつはこの踏切のシールです。貼るとこんな感じになります。最後は洗車場ですね。9個のポチポチはこの洗車場です。こんな感じになります。よし、間違いなかった間違いませんでした。ということで、ではですね、先頭車の方から見ていきたいと思います。先頭車はこんな感じになっています。やっぱりデッキはいいっすね。で、ここからサウンドが聞こえるようになってるみたいです。素晴らしいっすね。で、これはシールみたいですね。で、上がこうで、下がこうです。で、サイドの成形もね、しっかりしてるし、で、色の塗り分けもしっかりされてます。では、電池入れていきます。単4電池2本になってます。では、これでスイッチを入れてみたいと思います。いきます。うおましたよね。でですね、これ前回私スマートフォンで遊んだ時に、これね、重大なこと忘れてたんですけど、設定があるみたいで、その設定はこっちの方でするみたいです。電源をオンにする時に、ここですね、ここを押し込んだ状態で電源をオンにする、するとこれがスマートフォンモードになるみたいです。ちょっと使ってスマートフォンで、スマートフォンで遊ぶときに、また詳しく説明したいと思います。では、今度は中間車を見ていきたいと思います。で、この中間車が動力車になってます。はい。ということで、横はこんな感じで、いいですよね。非常に出来は、いい気がします。色の塗り分けは本当に綺麗ですよね。全然はみ出してる様子もなく、あ、いいな。ではですね、ちょっと電池入れます。はい、あ、フレーム新しいのになってますね、これ。あー、すごい。これ、このタイプのフレーム、このタイプのフレームは初めてです。では、電池を入れます。で、電池は単三電池1本になってます。で、スイッチはオンとオフだけですね。あ、2段階切り替えではない。そうっすか。そうっすよね。白国の蒸気機関車もそうでしたから、山手線は2段階切り替えの方が嬉しかったかな。
はい、仕方ないです、それはね。ということで、最後は交尾者になります。ああ、いいですね。で、横はこうで、後ろで、サイド。で、上がこうで、下がこうなります。できました。いいっすね。やっぱり山手線は、いい。はい、ということでですね、コースを作って走らせてみたいと思います。はい。まあ、一応行くか。その前にあれやっとく？その前にあれやっとくかな。あれやっといてもどうせカットされるしな。編集するジョージ石原ね、ほんとカットするんですよ。はい、ではですね、走らせてみたいと思います。で、こちら駅のアクションレールを置いています。ということで、まずは駅です。いきまーす。はぁ、あれ、かなりプラレールはゆっくりですね。はい、では通過します。あ、言いましたね、通過します。通過します。では止めてみます。品川、ご乗車ありがとうございます。ドア閉まります、ご注意ください。じゃあ行きますか。もう一度行きますね。はい、出発進行。止めます。渋谷、ご乗車ありがとうございます。おっと、6つの山手線駅名をアナウンスと、ここに書いてるので、品川、渋谷、あ、こうか、この6つを全部アナウンスしてくれるみたいです。なんでこれ一周するとまたこう回ってくるんでしょうね。では次は踏切のアクションレールの音を聞きたいと思います。で、こちらの踏切なんですけど、ちょっとね、これ音の鳴る踏切なんです。このチンチン音の鳴る踏切なんですけど、ここはちょっと気にしないでよろしくお願いします。ではこれで行きます。はぁ、あ、いいっすね。はい、という感じでかなりいい音が鳴ってる感じがします。これ好きだな。では次は、次なかったんですよ。本来だったらこちらのこの洗車場で、私これ持ってるはずなんですけど、ちょ、探したけど見つからなかったんですね。で、ま、ちょっと代わりといっては、ま、代わりなんですけど、これなんですけどね。はい、ちょっとね、まあ跳ね上がる洗車場なんですけど、これでいきたいと思います。では、跳ね橋型洗車場いきます。はい、あーあー、うーん、なんて言うんでしょう。ではですね、今度はスマートフォンを使ってやってみたいと思います。で、背景遊び、こちらを選んで、で、今回はこのね、山手線なので、こちらを選びます。指で押し込んだ状態で、こうですね、押し込んだ状態で電源をオンにします。これでうまく認識してたら、こちらさっきみたいに出発進行というね、音声が再生されると。ではこれでいきます。さあ、うまく切り替わるのでしょうか。
車は山手線外回りです。ドア閉まります。ご注意ください。山手線外回りです。設定をちょっと変えれるんですよ。設定マイク感度をねちょっと上げて、これでもう一回いきます。ドア閉まります。ご注意ください。はい、行きます。山手線外回り。じゃあ止まりますね。渋谷、渋谷、ご乗車ありがとうございます。ではですね、最後はこんな感じのコースを作ってみました。でそちらに踏切と踏切のアクションレールを置いてます。でこんな感じで駅に戻ってくるようにしています。では行きまーす。はっ、いいですね。うん、そしてライトがついてます。かっこいい。ということで、せっかくなんでちょっと暗くします。はこれでね、ちょっとライトが見えるんじゃないかなと思います。あー、いいですね。あかっこいいぞ、これは。うわー、もう、ナイス。最高っすね。では最後はね、これで終わります。はい、品川、品川、ご乗車ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。こちらのレールでアクション E253 系山手線なのですが、いいですよね。かなり出来はいいんじゃないかなと思いました。で個人的に気に入ったのはこのライトですね。ライトつけて走るとすごくね、かっこいいかっこいいなと思いました。いいっすよね。はい、という感じでした。ありがとうございました。